志村、このプリントにちょっと差し絵を書き入れてくれ。はい、マリちゃん、ブーちゃん描ける？お願い。はいはい。マリちゃん、壁新聞のイラスト描くの手伝って。はいはいはい。はい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 。いいなあ、マリちゃん、うまくて。うん、前より上手になってるみたい。わかる？最近ちょっとアニメの影響を受けてるんだけどね。でも綺麗だよ。今度ね、長編ものの本格ラブストーリーに挑戦しようと思っているんだ。へえ。ねえ、この子絵うまい。ほんとすごい。何？行事予定のイラスト？どれ？見て見て、ほら。わあ、かわいい。一組の斉藤美希って子が描いたんだって。うまいよね。確かにうまいけど、イラストっぽい絵ね。私が目指しているのは漫画家だから、ちょっと違うわ。へえ、さすがマリちゃん。ねえ、帰り本屋さんに寄っていかない？今日チャオの発売日だし。あ、いいね。私、先帰るわ。え、どうして？ちょっと用事があるの。じゃあね。なんだろう。どいて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 。これください。新聞、あの子に頼んだら？うん、チャオの漫画賞でファイト賞を受賞したあの斉藤美希のイラストですとか書いてって勝手に頼めば？まったくもう、何怒ってるの？怒ってない。嫉妬よ嫉妬。え？あの子の方が漫画うまいからやきもち焼いてるのよ。ワニ？そんなこと言わないでよ。マリちゃんはすごいんだよ。そうよ、さすがミーコ分かってる。言ったれ言ったれ。マリちゃんの漫画すごいんだから、他の人が全く分からなくても私分かるんだから。本当？マリちゃんはね、漫画だけが取り柄なんだよ。漫画がなかったらもう何にも残らない。あなたはまだ小学生です。急いで作品を仕上げるより、本を読んだりいろんなことを体験して内面を豊かにしましょう。漫画を描くのはそれからでも遅くはありません。どうせ内面豊かじゃないわよ。何よ、
私にはこんなこと書いて、同じ小学生のあの子には賞をあげてんじゃないのよ。はあ、私才能ないのかな。変な顔。なに？もっと書いて。自分で書けばいいでしょ。あたし忙しいんだから。ブランコ乗ってるだけじゃん。ねえ、書いて書いて書いて。もう。何がいいの？ジェット機。ジャンボジェット機。こんなにでかくてゴーって飛ぶやつ。ちょっと難しいな。書けないの？うるさいな。確かこんなのよね。わあ、うまい。次戦車書いて。書けるか、そんなもの。なんか面白いの。行ってみよう。ねえ、お人形さん書いて。俺はスポーツだ。ちょっと待ってよ。ところで人形ってフランス人形かな。ほらチビ、どけどけ、サッカーするんだからよ。ほらお前、それだよ、足の下。ごめん。はいはい、あっちの隅でもう一回書いてあげるから。この言葉で私は目覚め。